そうそうそう、そこまで、うん、そこまでやらなきゃ、やるんだったら。そうそうそう、いいね、いいね、いいね。どこの水泳選手みたいな。こういう方ね。そうそうそう。くの一みたいな。それで、そうそうそう、そういうことね、うん、それで完成よいしょ、ここは担当してね、うん、はい、いいよね、そうそう、はい、OK、 よっしゃ、いいねじゃあそれで行きましょうか、はい、はい、で今回ですね、あの水没してもいいように、はい、プレゼント、プレゼントって知っとるわ、うん、つけて腰に巻いて、どっちがどう、うん、ウエスト細どう、そのガニ股いいね、何がいいの何がいいのか全然分かんない、なんかハマってる感じが素晴らしい、やっぱどうすんの、え、なんでそれできないの、取らなきゃいけないと、自分で出すのだよ、切っちゃれたら、うん、え、自分で出すのだよ、ここをこう引っ張るってこと、そう、なんか逆かもね、はい、あ、にゃ、こっちかな、ちょっと待って、説明しよう、上に上がる、うん、そうそう、そう、うん、ウエストが外れたら困るわ、帽子、うん、用のこれをかぶろうか、バラクラバ、私とお揃い、すっぽり入ったね、うん、下げれる人、うん、どう？いいね、行きましょう、出来上がりです完全な武装集団なのこれあ、違う、もう歩いていくの、うん、あ、そうなんだ、うわ、怖っ、どこ行くの、どこがいいかな、ていうかイカ釣りできるようなあれじゃないの、こんなあれとか浮いてる、あ、本当だ、これ真っ青ですね、うわ、どこにいるの、ううどっかいるよ、ウキウキするくるくるくる、ううここを拠点とする、まだ始まった、いい、
あれカニじゃな。どれ？あそこカニがへばりついてる。あ、本当だ。壁に。エギングをします。一応イカ狙い。うん、エギあるの？あれをちょっとね、どん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 なくなっていく。エギがどんどんなくなって、もうほとんどない。うん、すげえ。ここら辺にカメラ置いたときは俺そこでそこ投げてみるから。うん、何が本当だ。ひっくり返したらポロポロポロってみんなが落ちていく。うん、ほら、ヤドカニ。なんか雰囲気がある、うん、歩いてきたの？次の場所でさ、あの塩水スプラッシュを浴びてそれも最後の最後にね。だから全部浴びたということで、ちょっとこの肌着で失礼します。今日の昼ご飯は何ですか？今日の昼ご飯はうどん。うどんです。めっちゃめっちゃ。セブンで買ったさぬきうどん、2玉ずつ食べるかな。
すっげえ服そこ前閉めたらびしょびしょだぜふるいわ、全部ずれたもん。そんなにがっつりかぶったの、うん、ちょうどよっしゃと思って、うん、また買ったしもザバーンひと玉半でいい、うん、もうできる、うん、もうあとちょっと温めたら出来上がりよっしゃ、オッケー、もうよかろう。よいしょ、はい、おうどんの出来上がり。よし、出来上がり、はい、うどんの完成です。これに座っていいよ。はい、なんで？これ下に座るからいいよ。よし、はい、いただきます、はい、いただきます。おいしい。七味が欲しかったな。ねえ、暑いわ。天気が良すぎる。でも今日は風がないからよくな。ああ。昨日風強かったもんね。ああ、強かった ね。台風の影響でさ、ああ、めっちゃ強かったじゃん。で、晴れ予報だったのに雨も降ったし。うん、めっちゃ降ったね。通り雨みたいな。そうそう。はい、じゃあそれでは今日は。楽しい魚釣りでした、はい、完全に不完全燃焼ですけど、うん、ただ俺は海水を浴びに行っただけだったわ頭から。私はうどんを食べに行っただけだったわ、うん、まあ、こんな決まっていいか、うん、それでは、ね、え海があの台風の影響でちょっとうねりがあってね、うん、そう釣りにならんかった。まあしょうがないさ、うんうん、ということで、はい、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい。Thank you.